皆さんは子どもの頃、何というあだ名で呼ばれていましたか？学校現場では今、このあだ名ではなく、さん付けで呼ぶ動きが広がっています。見かけの性別との違和感を持つ人たちを尊重したり、ハラスメントやいじめを避けるなど、小さい頃から人権意識を育もうというものです。ここからは解説主幹の宮原さんです。はい、よろしくお願いします。宮原さん、県内の学校現場でもあだ名禁止なんですか？はい、いえ、まだですね、学校現場では賛否両論あるようですね。いわゆるあだ名といっても、いろいろありまして、私の場合です。例えばタクボーとか、はい、ターボーとか、こういうのも愛称ということで、問題ないんでしょうけども、一般的にあだ名っていうのは身体的なところを捉えて、作りますからね。はい、子どもは特に残酷なネーミングがうまいですから、そういう意味で、このあだ名問題について、差別人権問題に詳しい佐賀大学教育学部の吉岡武彦先生に話を聞いてきました。学校現場であだ名ではなくて、さん付けで呼ぶ動きが県内でも広まっているようですけれども、これについては先生どうお考えでしょうか？私自身は基本的には賛成しています。やはりさん付けをすることによって、相手に対する敬意を表すことができると思いますし、そのさん付けした後の言動といいますか、やっぱり相手に対して丁寧で、ある程度敬意を込めた、そういった行動につながるというふうに考えられるので、いわゆる英語で言えばニックネームですよね。いわゆるそのニックネームのレベルであれば問題はないんでしょうけども、いわゆる身体的特徴を得てして言いがちなんで、これについてがやはりいじめなどにつながるということでしょうね。そうですね、英語のニックネームの場合は、正式名称をこう縮めるというような、縮めるというような、そういった形のものが多いと思うんですけども、やはりあだ名の場合は先ほどおっしゃったように、身体的な特徴を揶揄するようなものになりがちだということはありますし、その呼びかける方は仮に親しみを込めて言っていたとしても、その受け取る方がそれに対して嫌だという気持ちがあるとすれば、これは例えばハラスメントなどでもそうですけれども、やはり被害者が嫌だと思えばそれをハラスメントだというふうに認定するというのと同じ考えで、やはりあだ名についても本人が嫌だということであれば、やはり避けるべきなのかなというふうに考えます。茨城県水戸市の私立の小学校のケースでは、さん付けを校則で義務付けたというところがありましたけど、この校則化についてはどうなんでしょう？校則を使ってまで、校則がどれくらいの、まさに拘束力を持つかっていうのは、学校ごとによると思うんですけども、校則でまで呼び方を定めるべきかっていうのは、ちょっと私も疑問に感じるところは、ありますけどですね。はい、VTR でありましたさん付けを校則で義務付けた水戸市の小学校なんですが、その後何か変化はあったんでしょうか？この小学校は10年ほど前に校則で決めたということなんですけれども、以後やはりあだ名によるトラブルっていうのは非常に少なくなったと、そうなんですね、いうことらしいですね。この人権問題に関して言えば、男女の名簿ですね、これが依然男と女に分かれているケースが多いんですけれども、これがだんだん混合名簿という形で男女一緒になって、で50音別に並べるというケースが他県でも非常に増えてきています、で佐賀県内は一昨年2020年度からようやく始まりまして、県内の公立小中高校すべて混合名簿ということになりましたね。ということで、男女はこれまでは順番も固定されていたんですけれども、この男女の垣根というのも非常に少なくなっていくんでしょうね。学校での呼び名だけではなく、今よく言われているのは家族間の呼称、あるいは会社での上司部下の呼称、これについてはどういうふうな変化になっていくんでしょう？そうですね、まず家族に関しては、問題になっているのは、夫を、ご主人と呼ぶとか、あるいは妻のことを、家内と、家の内にいる人という、家内というような呼び方をするというのが、どうしても慣習化していて、それに代わるその代替のもの、代わりの呼び方がなかなかちょっと、今のところ存在しないというようなことがあります。
まあ、パートナーとかあるいはまあ人によっては夫にさんをつけて夫さん、うん、妻さんというようななるほど、まあ、そういったまあ実践をしている人もいますけども、まあ、最初は違和感があるかもしれませんけども、まあ、そういったまあ違和感も込めて込みでですね、あえてそういった実践をすることで、まあ主人家内という言葉が持っている問題ですね、そういったものを見直していこうという、まあ、そういった動きがまあこれから広がっていけば良いのではないかとは思っています。会社の上司部下、これももう何々さんという呼び方になるんでしょうかね。さん付けが持っている効用というのは、まあ、関係を対等化するというか、まあ、フラット化するというような、まあ、そういった効果があるというふうに思います。やはりまあ相手のことを何とか部長とか何とか課長というのはやっぱりこう、まあ、敬意も込められてますけども、まあ、目上の人ということになるわけなので、まあ、どうしてもこう言いたいことがまあ言えないというような、まあ、その言うべき意見みたいなものがこう出てこないという雰囲気を作るのと裏腹こう裏表だというふうに思うので、まあ、関係をフラット化するということによって、まあ、物が言いやすい雰囲気を作るということにつながるという意味では、まあ、そういった実践をする会社も増えてくるかもしれないですね。私が今日から部下に何々さん付けしたら異様に思われるかもしれませんけど。ああそうですね。やっぱ最初はちょっと違和感があるし、先ほどおっしゃったようによそよそしい感じもすると思うんですけれども、日常的な風景になっていくと、むしろまあ心地よい関係みたいなものが、ちょっと新しい関係性が出てくるかもしれないと思いますね。私も頑張ります。はい、上司にも部下にも全てさん付けとなりますと、少なくとも最初はかなり違和感がありそうですね。ありますよね。ただまあすぐ慣れるのかなとも思いますけどね。まあ、そういう議論が大事ですよね。まあ、これ見てください。国連でまあ女性の差別撤廃条約ができたのは1981年ということで、それを受けまして日本はすぐ男女雇用機会均等法が施行されたということで、これは非常に動きが早かったんですね。一方で子どもの権利条約については32年前に発行したんですけども、以後30年後になってようやく今年子ども基本法が成立し、来年4月から子ども家庭庁ができるという流れになってまして、非常に子どもに関しては遅いということで、まあ不登校の問題あるいは児童虐待の問題ということで、子どもに関する人権についてですね、国として守っていこうというのがようやくスタートするということになりますね。まあ、この流れでいくと身近なあだ名問題というのはまあどんどんなくす方向で広がっていくかもしれませんね。はい、ここまで解説主幹の宮原さんとお伝えしました。